カルパスートラより、デーバーナンダーが14種類の夢を見る。マハヤビーラは初めバラモンのデーバーナンダーの体内に、入るが、クシャトリアのトリシャラーから生まれる。カルパスートラは、ジャイナ教の経典の一つで、特に、マハヤビーラの生涯や他のティールタンカラについて、記していることで知られる。カルパスートラは、ジャイナ教シュベーターンバラ派の聖典であるアーガマのうち、 チェイアストの経典の一つであるアー・ヤー・ラダサー王の第8章に含まれている。作者はバドラ・バーフと伝えられる。伝承によればドゥルバ・セーナ王が息子を亡くした時王を慰めるために読まれたと言われる。3部から構成される。第1部、ジナ・チャリアはマハービーラの生涯を記す。マハービーラに先立つ23人のティール・タンからについても記すがパール・シュ ネーミナータ、リシャバについての簡単な記述があるだけで、それ以外の20人については、名前と時代を記すのみである。第2部、テイラー・バリーは、マハービーラの皇帝と、それ以降の教団長の系譜について記す。その最後には、マハービーラ没後980年、または993年に、バラビーで行われた。 聖天結集を指導したとされるデイバルッティの名が見えており、そこからこの書物が書かれた時代を推定できる。第三部、サーマーヤーリーは、雨季における戒律を規定する。1848年に、スコットランド国教会の宣教師である、ジョン・スティーブンソンによって英語に翻訳された。この翻訳は、ジャイナ教。 プラークリット文献の初めての西洋語訳という歴史的意義があるものの翻訳は不完全である。1884年にヘルマンやコービによって英語に翻訳されたものは東方聖典総書に含まれている。日本語訳は世界聖典全集に収録されている。ありがとうございます。